田君誰が仲いいのフィギュアの人。僕はでも本当にみんな仲いいです。もう真央ちゃんも仲いいし、そこ高田ちゃんも仲いいし、小塚くんとかみんな仲いいんですけど、でもよく喋るのは羽生くんが一番よく喋りますね。そうなんだ。羽生くんあのスケートが大好きなので、基本的にスケートの話、やっぱスケートの話なんだ。でプライベートでもでここのジャンプがこうやったとか、アイスショーの時の演技でもここをもっとこうすればよかったとか、そういうのを結構。その恋愛の話したりとかはないの？恋愛でもなんか好きな女の子のタイプみたいなのは話したことはあります。どんなタイプが好きなの羽生くんは？ガッキーさんが結構好き。あ、そうなんだ。はい、で僕も大好き で、まあ、ドラマやってらしたので、そのドラマの出てた時にその LINE でこう連絡し合って、で今度会った時にあの恋ダンスを踊ろうみたいな感じになって、ものすごいキレのあるあの恋ダンスね、羽生くんの。そうで恋ダンス一緒に踊って、で SNS にアップしたんですよ。でリツイートが4000とかになってて、お見たことない数字でもいつもそんなことないの。そう跳ね上がってて、でもコメントが全部羽生くんすごい、羽生くんすごいってなって、僕の SNS やのに羽生くんしかコメント書いてなかったっていうのはあります。そう